では、連立方程式とグラフのところをやっていきます。え、連立方程式の解をですね、えー、グラフを使って求めます。えー、つまり、このままね、連立方程式の計算の方法でやってはいけないってことなんですね。えー、グラフを使って求める。どういうことかっていうと、はい、この上のね、たぶ 2x たす y イコール2。これをね、えー、y イコール ax プラス b。えー、つまり、直線の式の形に変形してみてください。 そしたらね、あの、直線が引けるわけなんですよね。うん。同じようにね、下もね、y イコール ax プラス b の形にして直線してしまえば、まあ、こう、間違ってくるんで、その交点がね、交点の x 座標、y 座標が、まあ、この x y の解になってくるっていうことなんですね。だから、グラフ使って求めなさいって言われたら、まあ、直線の式をね、二つ作ってみてね、まあ、こう、グラフにね、 ああこんな感じになると思うんですけど、こんな感じで書いてみて、その交点の座標を、まあ、答えにしていくっていう感じですね。では、ちょっとやってみます。まず最初なんですけど、これ 2x 移行すればいいだけなんで、y イコール -2x プラス2ですよね。うん。これ 2x 移行したってことね。これを1式としましょう。まあとでグラフ書いてみます。切片が2で、傾きマイナス2ってことですよね。 で、こっちがちょっとね、計算大丈夫かなっていう感じですけれども、まず x 移行してもらって、マイナス 2y は、マイナス x プラス6ですよね。うん。で、両辺マイナス2で割ってみます。マイナス2で割ったら y。さあ、これマイナス1を、これね、マイナス2で割るからね、2分の 1x になります。はい。で、6をマイナス2で割って、 マイナス三ですね。これが二式です。まあこんな感じで一式、二式を作りました。で、直線をこのグラフ、えベースの方にこう書いていってもらいます。ま、あちょっと僕を用意しましたけれども。まず一番は切片が2で傾、方向きマイナス二なんで、ちょっと片手で書くから、あの、ちょっとあれですけど。まず切片二なんで、ここね。うん。で、こういうのずれるんでね、あの、テンパーというとこがですよ。 傾きマイナス2だから、1分のマイナス2ですよね、分数にしたら。つまり、X が1増加したら Y が2減少します。で、このグラフね、何度ってずれちゃうんでね、もう点をいっぱい、1.2下げていく。書いてた方がいいですね。安全です。こんな感じですね。いいかな。じゃあ、後にもときましょう。はい。じゃあ、ちょっと結びますね。よいしょ。 はい。ちょっとずれちゃったかな。こんな感じですね。これがまあ1番になってきます。はい。で、2の方も行きましょう。切片がマイナス3で、傾きマイナ、傾き2分の1ですね。切片マイナス3やから、ここ。ね。で、傾きが1 2分の1。右に2って上に1ですね。2って1。あ、いいですね。ここですね。もうまあこれで十分って感じですけど、一応、正確なグラが書いていたいんで、 こんな感じね。うん。ちょっと引いてみます。でしょ。出ちゃったかな。こんな感じになりましたね。はい。そうすると、わかるかな。こいつ見てくださいね。はい。ここで交わったんですよね。 この交点が解になります。x が2で、y、も y は -2 ですね。こんな感じです。はい。これが解なんですね。x が2で y が -2 ってことになります。ここに書きますけれども、x が2で y が -2 っていうのが解ですね。これ答えです。はい。それでは2番目いきます。この2直線の交点を出す 点の座標を求めななささいいんですけどよく見てください中途半端なとこなんですよね。こんなん答えが整数で出ないんで、どうすんねんって話です。これはね、さっきの逆なんです。えー、これね、直線の式が出せますよね。切片とか傾き分かれそうなんで。だから直線の式をこうね、立つ出して、普通の連立方程式の計算しちゃうんです。まあ加減法とか第二法を使って、 解を出して、その解が交点になるよね。交点の座標になるよねっていう問題なんですよね。ということで、まあこれを1、これを2と置いてですね、それぞれ直線の式をまず求めてみたいと思います。さあまず1ですけれども、切片が、はい、マイナス4。はい、傾きは3、1、2位上がってるんで3分の2。えー、っと、まあまあまあ、ここに行こうかな。はい。 y イコール3分の 2x マイナス4ですよね。これが1です。いいですね。はい。2は、切片が2で、傾きは1って2下がっているんで、マイナス2ですね。1分のマイナス2やから。傾きマイナス2切片2。傾きマイナス2切片2。はい。こんな感じでね、2つの 直線式出せたわけですで。今回これをね、連立方程式、計算して解いて、x と y、解出します。その解の x 座標がここの x 座標。解の y が y 座標になってきます。で、解くときのコツなんですけど、加減法をやっちゃってもね、結構分数多いんで、3分の 2x 行く 2x ってやっぱやりにくいんですよ。だから第2法を使って、ここの y に、この3分の 2x 行く4、同じ y なんでね、 この3分の 2x 引4がここに代入できるわけです。1式を2式に代入しましょう。そうするとこういう式になるはずですね。3分の 2x 4は、マイナス 2x サス2と。こんな式が得られるはずです。いいね。代入したんですよ。で、解くときね、この分数の3を取りたいんで、分母の3を取りたいんで、両辺3倍します。はい、両辺3倍したらこれは 2x。そしてマイナス12。 はい。3倍したら、マイナス 6x。プラス6ってなりますよね。そして、移行してもらって、2x たす 6x は6たす12になってきて、っこっちに行こうかな。8x が18ですよね。うん。8x が18ですよね。両辺8で割って、8分の18です。はい、これ2で約分して、x4 分の9なんですね。 はい。で、これをですね、1式、2式の方、どちらかに代入して割り出します。まあ、今回下からくそうなんで、下で代入しますけれども、マイナス2かける4分の9たす2ってなりますよね。ここに4分の9、で二三です。で、訳分ここできますので、マイナス2分の9たす2ですよね。これは通分すると足せますので、2分の4にしてもらって、マイナス2分の5でございます。 はい。X が4分の9で、えー、Y がマイナス2分の5っていう座標になってるっていうことです。で、今回座標で答えるんで、答えはこんな感じで書いてくださいね。はい、いいでしょうか。はい。以上になります。は一旦ね、ビデオを止めて B の方をやってみてください。解説していきます。はい。この連立方程式をグラフ使ってってことなんで、えー、今回ですね、えー、計算といてはいけません。 y イコールについて求めて、なんでこれ一式、二式と置いといてもらってですね。えー、それぞれグラフ書いてね。で、交点を解にしていきます。はい。では行きましょう。4x イコールして、まず一式ね。3y イコールマイナス 4x 引く3になりますよね。意式ですよ。はい。両辺3で割って y イコールにします。こういう風うにしてね。わかるよね。直線の式に書いちゃうんですよね。 あとでグラフ書くんでね、1、0とさせてもらいます。はい、次式行きましょう。2x イコールさして、マイナス 3y イコールマイナス 2x-15。両辺マイナス3で割って、3分の 2x プラス5になるよね。はい、ではグラフを書いてみたいと思います。はい、用意しました。グラフ用紙ドンと。はい。さあ、これ、まず一番からいこう。切片マイナス1で傾き、傾けマイナス3分の4。こういう時は、 右に3行って、マイナス4。下に4行くと。はい。切片がマイナス1で。で、3行って4下がりますよね。1、2、3。1、2、3、4。で、これずれたらほんと困るんで、また3行って4下げておきましょうね。こういうのをやって、できるだけ取れるとこ取っておきましょう。ここも無理かな。逆もね、3下がった四4上がるですね。1、2、3、4。ここへね。 3下げて、1、2、3。こうかな。はい。これで一応引っ張っておきます。ちょっとこれね、えー、片手で書くんで、こう,こうやってこれで、おいしょ。よいはい、これですね。これが1式になりますね。うん。はい、次は、切片が5で、 傾き3分の2、3位点二上がるわけですね。いい感じだね。こうですね。はい、引っ張ってみましょう。OK! いい感じ。はい、いいですね。 はい。そうすると、交点が、マイナス 3, 3、三になってますね。マイナス3、三っていうとこ通ってますよ、と。あ,れあ,あ、ご X がマイナス3で Y はプラス3ですね。これが解です。X がマイナス3、Y がプラス3ですね。解書くんで、ちゃんと X はとか書いてくださいね。X はマイナス3、Y は3ですね。はい。これが答えです。はい。では、2番目。 右の二直線の交点出しなさい。はい。これは、例えばこれ1番、2番としてもらってですね、交点見たらわかりますけど、中途半端なとこなんでね、1、2とか言えないんですよね。だから直線の式を出して、それぞれまず求めて、連立方程式計算して書いといてね、それを座標としていくやつってやつです。では1番見てみましょう。まあ、ここに書いたおかしいですね。切片が1で、傾きが1って2だから2ですよね。だから、 y イコール 2x プラス1です。はい、2は、切片が2で、傾きが2って1下がってるんで、マイナス2分の1ですね。あですね。はい、この2つの式をね、連立させていきたいと思います。まず、代入法なんで、これ1。んで、こっちね。y イコールマイナス2分の 1x プラス2が2。 はい、もうこれはもう第二法です。加減法でも第2法ですね。2x プラス1、ここ代入して、まあ、こうしていただくと、はいで。両辺2倍して分母払っちゃいましょうね。こうね。ね。移行して、4x と x、こんな感じね。で、5x が2やから、はい、両辺5で割って、x5 分の2なんですよ。 はいまあ、大体見てください、5分の2ぐらいですよね。1, の1よりもちっちゃいんでね、x はね。はい、5分の2はね、まあ、1式が第二したら分かりやすいでしょう。y イコール 2×5 分の2たす1ですね。うん。そしたら、5分の4たす1になるんで、5分の4たす5分の5だが、5分の9。出てきました、x5 分の2、y5 分の9。これが、ここの前方になります。 はい。って答えは5分、こう書き出してくださいね。座標の書き方なんで。いいでしょうか。以上になります。